18歳の時に、バイト先の焼肉屋で僕の親方である白木健一さんがそこのお客さんであって、で俺のところに働かないかっていうお誘いがあって、この坂内ハンバーの業界に入りました。まあとにかく奥が深いと答えがない世界なんですよね。まあ、特に本焼きなんかは、まあ、うちの親方も50年近くやってましたけど失敗する時もあるし、それぐらい答えのない世界なので、けどまあゴールがないから逆に楽しいっていう世界ですね。18歳から白木刃物に勤めて、その16年間白木健一さんから筆を学んで、で今年から中川内刃物として独立しました。